テルズキは、海上自衛隊の護衛艦。秋月型護衛艦の二番艦。艦名は、照り輝く月に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、秋月型駆逐艦二番艦。正月に続き二代目にあたる。第四護衛隊軍機関テルズキ収益20周年。記念立て、テルズキは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互、防衛援助協定に基づく。 米国域外調達によるアメリカ合衆国側の1957年度予算計画艦として新三菱重工業神戸造船所で1958年8月15日に寄港され1959年6月24日に浸水1960年2月29日にアメリカ海軍籍艦 DD-961 として収益の後海上自衛隊に供与され 横須賀地方隊に編入された。1961年9月1日、自衛艦隊霊下に護衛艦隊が新編され、護衛艦隊の初代機関となる。1963年3月30日、浦賀水道で貨物船と衝突、右舷後部を損傷し、乗員5名が死亡する事故が起きている。詳細は、下記、衝突事故。 参照1963年12月3日、護衛艦隊機関の任務を、護衛艦、秋月に譲る。1964年12月10日、第一護衛隊軍に機関として編入。1968年5月、艦備の爆雷投下機場、爆雷投射機が撤去され、VDS が装備された。1971年2月1日、 護衛艦隊霊下に第四護衛隊軍が新編され、機関として編入。1976年9月からマーク108対戦迫撃砲、ヘッジホック、マーク2単魚雷落ち射器を撤去し、71式ボフォース、ロケット発射器及び三連装単魚雷発射艦を装備する改装工事を、住友重機械工業裏画像戦所にて受け百七十七年一月十一日に、 観光した。1984年3月30日、第三護衛隊軍に直轄艦として編入され、定携艦が舞鶴に転跡。1986年3月27日、特務艦に種別変更され、艦籍番号が舞鶴地方隊に直轄艦として編入。その際、53センチメートル4連装魚雷発射艦および VDS が撤去された。 1987年7月1日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3504 に変更。練習艦隊第一練習隊に編入され、定傾向がアクレに転籍。1991年6月20日、再び特務艦に種別変更され、第一潜水隊軍に直轄艦として編入。1993年9月27日、 除籍。翌1994年6月から、呉の敬語や選挙で、標的艦に偽装され、同年7月14日、八戸沖で、航空自衛隊機が発射した対艦ミサイルの、標的として撃沈された。1963年3月30日午前3時45分、頃、伊豆大島沖での海南救助訓練を終え帰港中の、テルズキは、 第二海放の北西約4キロメートルで、兵庫県神戸市の新日本汽船所属の貨物船、が茂春丸2350トンと衝突事故を起こした。テルズキの右後部に、が茂春丸のさ先が食い込む形で衝突し、4から5メートルにわたって、テルズキの船体がえぐられた。衝突箇所に当たる第8居住区で就寝していた5名が死亡、他に23名が重軽傷を負った。 衝突の原因は、ガッシュゲハルマルの見張りが、テルズキの尾灯を小型の漁船と勘違いして、小さい船だから、尾刀の前を横見ればいいと思い込んだもので、衝突直前になって、巨大な護衛艦だと気づいて、回避行動を起こしたが間に合わなかった。ありがとうございます。